建設環境研究所は構造物に生じた変化の位置と形状を正確に記録する手法としてデジタル画像解析を提案します。デジタル画像の撮影には無人航空機をはじめ周辺環境や構造物の形状を考慮して最適な機材を使用します。作業は撮影計画、現場計測、解析、 ョー図作成の4つの工程で行います。UAV 撮影可能範囲を検討し、飛行計画の策定やカメラ選定を行います。UAV 撮影は操縦担当と写真、ナビゲーション担当の2人を基本とします。撮影対象に目印をつけて飛行位置を正確に把握します。8キログラムの搭載能力を持つ大型6枚マルチコプターは 35mm フルサイズセンサーによるデジタル写真撮影だけでなく、赤外線撮影などにも採用しています。精緻な画像データを取得することができます。バッテリーを含めて 3kg と軽量なインスパイアワンプロは飛行時間も長く、車両が入れない山間部の現場で活躍しています。最大風速抵抗は毎秒10メートルで、 視野角は72度です。UAV 飛行計画の例です。安全第一で臨機応変に対応します。行角が小さい場合や UAV の撮影が困難な場合は手取りによる撮影で保管します。 解析に必要な停体の寸法を取得するため、撮影と並行して 3D レーザーによる計測も行います。自動雲台は遠隔で高解像度の画像を撮影するシステムです。UAV で撮影した停体下流面の撮影イメージです。観察牢といった狭い場所でも解析に必要な画像を撮影することが可能です。状況に応じた最適なジ具を作成します。 SFM ストラクチャーフロムモーション技術は、多視点から撮影した画像のみで、対象構造物の 3D モデルを構築する技術です。解析処理について見てみましょう。撮影画像を解析にかけると、自動で撮影位置と特徴点が推定されます。監査ロー内です。 ダンサロウ内で撮影した画像を展開したイメージです。3D レーザーデータを解析することにより、ダムの形状変化を把握します。停滞に生じている歪み箇所といった形状変化は色で表示します。 ギガピクセル画像撮影システムは、撮影対象を分割して写真撮影し、それらを1枚の画像につなぎ合わせるシステムです。ひび割れ半自動抽出システムは、ひび割れの外形をなぞることで、ひび割れのトレースとひび割れ幅が自動で抽出できるシステムです。3D 画像を回転させてみることができるため、全体像がつかみやすくなります。 展開画像にコンクリート面のひび割れ、ポップアウト等の変状箇所の位置を表現し、変状の長さや幅などを記録します。返上ごとに ID を振り、数量表にしているので、各返上の数量を確認できます。ひび割れ展開システムは、ウェブブラウザ上でひび割れ返上が確認できるシステムです。劣化の経年的な変化の把握に有効です。 ひび割れ返上図と展開画像の確認ができます。ひび割れはひびの幅の広さごとにレイヤー分けしているため、一定以上のひび割れを抽出してみることもできます。ひび割れ等の返上は各々拡大画像で確認することが可能です。建設環境研究所では UAV や SFM 技術などを用いて点検業務を行っています。取得情報は 返上の経年把握、補修判断などに活用できます。